今夜の M ステは、こんにちは、ちるかんです。今回は5月13日ミュージックステーション感想動画ということで始めていきます。前日のソングスとはまた違った良さがありましたよね。今回 Mr.Children の出演シーンのみですが、番組の進行に沿って感想や企画にもあった私の推し曲の僕の個人的な参戦なども共有しながらやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。では冒頭の挨拶で30周年を迎えたことについて触れられてましたが、なんとベストアルバムを8枚組のレコードにしたものを4人だけが記念にもらったというエピソードでしたね。僕らって間接的には SNS とかでメッセージ送ったり発信したりで心からお祝いはできるけど、でも直接的にお祝いできるのってライブ行くことくらいしかできないじゃないですか。でそのライブもね、逆にこっちが楽しませてもらって、まあそれがお互いのギフトであってギブとテイクなのかもしれませんが、そういう風にスタッフさんが何か記念品を渡したりしてくれてるんだなっていうのが直に知れるとありがとうって思いますよね。でそして登場までは愛子さんやゆきさんらが歌唱されていて、まあ、この動画ではもう Mr.Children まで飛びますね。トークから入りますが、愛子さんからの質問ということで、デビュー時のエピソードとして桜井さんがね、初めてラジオから自分たちの曲が流れて一人車でラジオを聴いていた桜井さんがメンバーを呼んでも間に合わなかったという話だったかと思います。愛子さんとのね、久しぶりの絡みが見れて嬉しかったのと、欲を言えば僕ジュディマリ大好きだったので今も聞くんですけど、ユキさんとの絡みも見たかったなというふうには思いましたね。それで早速ミスチルが特設ステージへ移動中に300人が選んだ Mr.Children 私の推し曲ベスト10ということでね、これはライブ会場で撮ってたアンケートらしいんですが、まあ仕組まれたように結果はシングルで固まってましたね。まあでもその辺はテレビの企画だと割り切って楽しく話していけたらと思います。で本題のランキングの前にシチュエーション別 Mr.Children ソングセレクションということで、まずむしゃくしゃしたい時に聴きたい曲というテーマで Everybody Goes が紹介されてました。皆さんだったらむしゃくしゃした時に聴きたい曲って質問されたらなんて答えますか？僕はねちょっと考えたんですが、ランニングハイかな。まあ聞きたいというか歌いたいっていう思いの方がどっちかというと強いかな。あんまね聞くだけでむしゃくしゃってそう解消できない気はするので、もう疲れて誰か助けてよって普段あまり言えないけど、歌だとね思いっきり言えるので、カラオケとかで発散するのに僕はランニングハイいいなって思いますね。この辺も皆さんぜひ教えてください。続いて好きな人と聴き続けたい曲ということでシンプルが選ばれてましたが、好きな人と聴きたい曲じゃなくて聴き続けたい曲ですからね、もうこのテーマだとまあシンプルがベストアンサーなのかもしれませんが、僕はねもっと奥深く考えて安らげる場所一択ですね。もうね年取ってきたせいか分かりませんが、ずっと一緒にいて安らげる人というか、不安とか心配とか焦りとかっていうものを感じない空間がやっぱり一番長く続いてほしいじゃないですか、特に老後は。なのでね僕は安らげる場所一択です。まあでもやっぱこのテーマだとシンプルがシンプルに投票したとしたら一番集まるのかな。はい、こちらもコメント待ってます。で本題の私の推し曲ベスト10発表ということで、こちらですね、まあ、1位は終わりなき旅と、アンケートでは3曲選んだということだったので、まあこれはもう自分の中でこれだと決まってる3曲がある方もいれば、日によって変わることもあるという方も多いと思うんですけど、ちなみに僕は今の気分だと、発表します。イミテーションの木、メモリーズ、あとなんだかんだやっぱり終わりなき旅は入ってくるかな。M ステの結果の1位選んでにわかかよって思われるかもしれませんが、もうわざわざ音楽を聴くときに終わりなきを選曲して再生するってことはほとんどないんですが、やっぱり不意に流れてきたりライブで聴いたりすると未だにゾクゾクってするんですよね。やっぱこの曲が持つ力って他にはないものがあるような気が僕はしてます。これも皆さんならどう答えてましたか？もしくは回答された方がいらっしゃいましたら、実際なんて答えたのかも差し支えなければ教えていただけたら嬉しいです。ということでこの企画はそんな感じかな。むしゃくしゃするとき好きな人と聴き続けたい曲、あと推し曲参戦、よければコメントで教えていただけると嬉しいです。というわけで続いてお待ちかねの楽曲披露です。まずは生きろ、どうでしたか？
まあ、2番カットされてましたが、僕らファンはね、もう生きろの良さは MV 見たり、もちろん CD は聴いたり、ソングス見たり、ライブで聴いたりして段階踏んでるので、あ、フルじゃないのかっていう残念さは一瞬あったくらいですが、あ、これ初めて聴く人に伝わるかなって2番飛ばした時に思ったんですけど、やっぱりパフォーマンスや最後のフレーズ生きろのマイク両手に持って歌うおたけびが来た時に、あ、大丈夫、伝わるわって思えて、まあ、伝わるわって何様だって話なんですけど、要はそれくらいフル尺じゃなくてもすごい思いが伝わったなって、本当ラッサビのパワーが半端じゃないですよね、生きろは。はい、そして最後ギフト、これは本当に良かったですね。歌い出す前にタラランってピアノの音が流れた時点でおって思って、その後の僕は探してたを僕ら探してたでお、さらにイメージ今日もと来た時に、うおーライブだってちょっと姿勢正しました。いや、すごかったですよね。メンバーみんなで歌うとこも感動でしたし、いや、もう生きろもそうですが、これミスターシルドレンはもうテレビだろうがなんだろうがパフォーマンスじゃないんですよね。全身全霊、僕どっかでパフォーマンスって言葉使った気がしますが、いや、もうね、ミスターチルドレンの演奏にパフォーマンスっていう言葉使うの金輪際やめます。うん、これはもう全身全霊の音楽ですよ。うん、もうイントロからね、心をわしづかみにされてましたが、この歌うシーンもね、ここであのライブアレンジの君から君へをやられたら、ちょっと涙腺に影響が出てたかもしれないですね。いや、ほんと素晴らしい演奏でした。はい、そして出番は終わりましたが、まあ、最後に CD の総売上ランキングの3位で紹介があって終わった感じですね。うん、本当に今回の M ステは申し訳ないくらいミスチルをピックしてくれてかなり満足でした。 M ステって一番見られてる音楽番組だとは思うのでね、この生きろとギフトの2つのメッセージが一人でも多くの人に届いてたらいいなと思いますね。はい、そんな感じで一旦ミスターチルドレンのメディア出演は一段落かな。次の楽しみはライブ行かれる方は大阪公演のライブと、これが待ってますね、東京ドーム公演の配信ライブ。いや、これももちろん僕は見ますので、また感想などを共有できたらと思います。そんな感じですね。僕もね、初めて5月4日くらいから毎日配信しててカウントダウンしたりで盛り上げていけたらといろいろアップしてきましたが、まあ、一旦ちょっと 2,3 日大きな発表がない限りは休みたいかなと思います。というか、もう動画のストックがゼロなので、ではむしゃくしゃするとき、好きな人と聴き続けたい曲、推し曲、まあ、出なくても感想など何でも結構ですので、気軽にコメントしていただけたら嬉しいです。はい、そんな感じで以上です。今回の動画良かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また会いましょう。